日本兵庫県稲美町加古加古は、兵庫県加古郡稲美町の大技。2013年12月現在の人口は4519人、世帯数は1635世帯である。郵便番号は67号の110号。稲美町の北西部に位置し、加古川市と接する。面積は約6.40平方メートルで、稲美町全体の約18%に当たる。なお、 ここでは、1955年まで同地域に存在していた、過去村についても記載する。過去にある、農村地帯過去地域は、赤市川、しじみ川の分水産地であるオスオカ、メス、オカリオコ清掃産地付近から過去川菓子、ハリマナ灘方面に線上に広がる、鉱石大地である、稲見大地に位置している。地域全体が、西部にある曇り川に向かって緩やかに下っている。 兵庫県で最も面積が広い過去大池があり、毎年8月上旬に稲見大池祭りが開催される。過去新村開発の事情を示す。過去新村由来期によると、中西城村の庄屋である過去沢兵衛がこの地の開発を思いつき、まず3年間、米、麦、大豆などの穀物を栽培した。その結果収量が良好であったので、定住するに適しているか、 さらに3年間夏冬に居住して調査した。1660年、姫路藩の開発許可が下り、上西条村の騎平寺、下村の自兵と共に開発が始まったとされる。この開発により誕生した村は、加古沢兵衛の名を取って、加古新村と名付けられた。1889年、町村制の施行により、単独で村制を施行した。 1947年10月1日、加古村に改称した。1955年3月31日、加古郡天間村、森村と合併し、稲見町の一部となった。地内には鉄道は走っていない。加古村に関するカテゴリー。ありがとうございます。